ここは宇都宮駅だな。そうですね。今日はこれから烏山線に乗るぞ。鳥山線？烏山線だ。宇都宮と烏山という場所を結ぶ栃木県のローカル線だ。あ、電車が来ましたね。外見だけ見ても近未来的だが、走行の仕組みも実に近未来的らしい。折り返し烏山駅が来たから乗っていこうか。平成29年度製造の新しい車両、J トレック横浜で作られたそうだ。新しいですね。サスティナというブランド名だな。車内にモニターがありますね。ここで車両における電力の状況を確認することができる。電化されていないところはあらかじめ充電でいた電力で走るそうだ。とっても近未来的ですね。蓄電池にだけでなく空調や照明にも電力を回しているぞ。停車駅は宇都宮を出ますと岡本本社下野原田新田河野山大金小花放射時で宇都宮線と分岐して烏山まで行くらしい。この点に関しては注意が必要だ。ドア上には車内 LED などの設備はない。あとここがやたら狭くなっているが、ここはトイレではなく機室らしい。他の車両と比べると色々違う点がありますね。車両はオールロングシート。足下もあまりゆったりはしていない。この車両が来る前に走っていたキハ40という国鉄型車両もオールロングシートだったらしい。あと夜メロン曰く、猛烈に椅子が硬いらしい。あまりよくわからないが、E231系よりも硬いらしい。そうなんですか。さて、宇都宮を発車したぞ。次の停車駅は岡本って駅みたいですね。夜メロンが言うには、モーターオンとかいうものがいいらしい。夜メロンが言うならそうなんでしょうね。あ、そうだ。この列車には自動放送がついているらしい。じゃあちょっと聞いてみましょうか。ちなみに降車時までは宇都宮線だそうだ。各駅停車だ。両替機が運転手後ろにある。アナウンス、結構長いんだ。まだ続くが時間の都合上カットさせてもらった。まだ続くんですね。乗客が混乱しないように言うべきことは全て言おうとしてるんだろうな。トータルで体感2分ほど聞いたらしい。結構喋ってもまだ岡本駅には着かないんですね。そうだな、まだ着く気配はない。やっと次の駅の案内がされたぞ。宇都宮烏山線とのことだ。英語放送もついてるんですね。まだ宇都宮線内だが、栃木県北部に差し掛かることもあり、だいぶローカルな雰囲気になっている。でも車窓以外の雰囲気は最近の電車に似てますね。2014年にデビューしたからかそこそこ静かに走る。宇都宮線内を走る205系と同じくらいの最高速度で走るらしい。走行しているうちに電車は降車時に到着だ。ここで宇都宮線と分岐して烏山線内に入るということだ。鳥山線にここから入るというわけですね。いい加減覚えてくれ。さて、この液晶に注目だ。お、切り替わりましたね。ここからは非電化区間に入るから架線を下ろして蓄電池で走行する。停車中は空調や照明だけ動かし続けるぞ。発車したら蓄電池の電力で走行している。同時に空調や照明も動かすから大変そうだな。限られた電力をやりくりしてるんですね。他にも技術を用いた箇所があるらしい。電力を有効活用しているポイントについては後ほど説明する。さて、また液晶に注目してもらいたい。
お、また何か変わりましたね。今度はブレーキを電力に変えて充電している。電気をリサイクルするみたいな、そういった感じだ。全く電力を無駄にせず走っているんですね。私たち魔法使いはただバンバン魔法を売ってるだけだが、最近はそればかりでは良くないのかもしれないな。もっと魔法からこぼれた魔力を再利用して魔界のためにも節約に努めよう。確かに私たちは魔法を何も気にせず使ってましたね。ユリロスフィアさんの言う通りですだな。さてこれをレポートに書いて提出すれば、何か魔界側も動くだろうか。きっと何か革命が起きますよ。それを信じたいな。ところで無人駅では整理券が出るのだが、ドアが閉まると、あ、引っ込みましたね。個人的に夜メロンが面白いと思ったポイントだそうだ。次が終点のカラス山だそうだ。次が終点なんですね。意外と早かったですね。まあ48分の乗車をこんな短くまとめてるんだからな。終点のカラス山駅に着いたぞ。駅前はこんな感じだな。のどかな街並みですね。時刻表はこんな感じだ。わかりづらいが、主に夕方に放射時雪がある。宇都宮まで行かないんですね。そして向こうにはさっきまで乗ってきた電車が止まっているんだが、ここの架線から素早く充電している。どこまでも工夫がされた電車ですね。充電ゾーンって書いてありますね。アキュームの乗車位置みたいなものも示されているな。そしてこれがアキュームのロゴだ。三角形ですね。車両はこんな感じなんですね。そうだな。緑色で見慣れない顔をした電車だ。ドアの数は3つ、2両で運転されることが多いらしい。ところでここにもアキュームの文字があるな。確かに走り方がすごかったから前面にもロゴがいるかもしれませんね。運転席後ろはこんな感じらしい。運賃表とかが載ってますね。宇都宮駅と書いてあるな。そしてカメラの角度を変えると、ワンマン列車の乗車方法が記載されたものが窓とドアの間にある。さっき言った通り、今は停車時間を使って架線からの電力を充電している。これもレポートの題材にしたいところだな。運転手後ろの車端部は優先席となっている。2両しかないが、限られたスペースにも優先席も置いてるのはいい配慮だな。というわけで今日は烏山線に乗ったという動画だったが、どうだっただろうか。斬新な電車でよかったですね。だな。電力を有効活用しているというのが好印象だったな。皮膚硬いけどね。うつ主は何か批判を飛ばさないと生きていけないのか。まあまあ。おほん。それじゃあ次回の動画も見てくれよな。また見てねー。ところで夜メロン、前の動画で餃子食ったのに蕎麦も追加で食ったって本当か？うん、食べちゃった。食べすぎでしょ。